よし、しっかり霜が降りてますね。油が燃えてそうです。昨日よりは早いです。急ぎます。はい、格屋で来ましたね。冬至も間もなくですね。そこを超えてしまえば日照は強くなる一方ですので、耐えてほしいと思います。収穫します。フェニックスですね。昨日よりは増えましたが、上着を脱ぎ捨てる必要もなく、むしろ寒さで着込む感じでしたね。はい、丸屋根来ました。昨日今日と寒かったんで、ちょっと収量に自信が持てませんね。はい、収穫。そしてですね、昨日懸垂車の営業の方からこちらですね、 BY 液、微量要素栄養液ってありますけど、はい、こちら鉄マンガン、鉄がメインだって言ってましたね。マンガン、ホウ素、亜鉛、モリブデン、欠乏、連作補助にということで、こちらを5キロ、しかも濃いやつですね、はい、プレゼントしていただきましたんで、これはMG を水で溶いたやつもあるんで、これはちょっとありがたくですね、もったいなく丸屋根じゃなくて角屋根に使おうかなと思います。 MX 君全てとアドミラル少々ですね。家計もまだまだいけそうですね。アドミラル 2.5 です。ひとみちゃん3フィニッシュですね。現在11時35分ですので超急ぎます。3と先ほど現在11時59分抑制8、これしか詰められませんでした。出荷してきます。別棟6、油台です。はい、丸屋根戻ってまいりました。はい、越冬きゅうりなんとかなりましたね。はい、テクニック使って出し切りました。はい、なんかぐちゃぐちゃですね。ということで今日は実はですね、収穫途中に指導センターの方来られて15分ぐらいくちゃべちゃったんですよね。それでこんな失態を犯してしまいました。はい、これから水くれてですね、はい、各屋根も水くれて、はい、撤収したいと思います。本日も頑張ってまいりましょう。はい、気合ですね。まあそこそこ切れましたね、8ですけど、はい、油代最近冷え込みが激しいんで、ちょっと利益がほんと少なくなってきましたけど、まだ切っていきたいと思います。はい、最初はピヨピヨじゃんけんグー、じゃまた。Thank you.
タイピオさん喜んで、これ越冬のね敵か。おお、そうか、これが越冬か。ああ、やっぱ鮮度が違うな。これでたったの100円だか200円だか500円ぐらい高くてもいいんじゃねえか、よくせよりだよね、これ新鮮だもんね。そういえばお前ちょっと今日帰りが遅いな、もう1時半じゃねえか。今日ちょっとお客さん来ちゃったんだよね、突然来るからね。えいつもまあ、忙しいっつって追っ払っちゃうんだけど、それもさ、あれだよね、どうなんとかしないといけないね、ピオさん。そうだな、俺がアポ取ってやろうか。俺をまず通してからシャタに会うように、俺が秘書みたいなことやるか。え、そんなことやってくれるの、ピオさん。お前あれ時給は5000円ぐらい出せキュウリでいいじゃん、ピオさん。おめえ俺5000ぐらいの仕事するぞ、俺飛ぶぞ、10メーターぐらい飛びんだからな。じゃ、またピオさんに言われちゃった